ゲフィオンは1894年に収益したドイツ海軍の小型巡洋艦である。艦名は北欧神話の女神であるゲフィオンにちなむ。本艦はドイツ海軍の1893年計画で整備された小型巡洋艦であった。当初はコルベットに類別されたが1899年に小型巡洋艦に類別し直された。 本館は、春工時から搬送を必要としない期間、高校専門の巡洋館として設計された初の館である。1899年に描かれたゲフヨン本級の船体形状は還元の高い平、甲板型船体である。水面下に昇格を持つ艦首から、艦首甲板上にチューブに、 単小灯台を配置した短脚式の全部マストが1機、その下に波切り板の内側に手法として棒立て付きの10.5センチメートル速射砲を単層砲画で並列配置で2機、下部に司令塔を組み込んだ箱型環境、環境構造の背後から等間隔に3本の煙突が立ち、周囲にはキセル型の通風灯が立ち、周りは関西堤置き場となっている。関西堤は、 原則部の2本1組のボートダビットが片原3組の計6組で運用された。原則甲板上には等間隔に1 0 5トル速射砲が単層砲がで片原3基ずつ配置されていた。3番煙突の後部から単脚式の水ンが立ち、基部に単小灯台が設けられた。完備甲板上には艦首と同じく1 0 5トル速射砲が 後ろ向きに並列配置で2機ずつ配置されていた。ありがとうございます。